こんばんは。こんばんは。今日みんなで何食べてきたの？もんじゃ会です。何もんじゃ？もういっぱい食べたもんじゃ。みんなで食べるからいっぱい食べました。野村さんショールーム見てた、ありがとう。今日はもんじゃ会でやったんですよ。もんじゃ会でもんじゃをしました。でちょうどミオと、今日がミオの誕生日で明日がマリンの誕生日だからケーキ用意してってやったんです。月島行ったの？さすがに行ってない。普通にもんじゃ屋さん、もんじゃ屋さん、まあ、もんじゃが食べれるお店で食べました。ケーキは誰が用意したの？ミオのケーキはあのマリンが予約してあの取りに行ってくれて、マリンのケーキはミキとあのアミが行ってくれて、でその間に泉とゆずぽと、あ違う、ミキあのマリん、ミオのケーキはマリンとリンカが取りに行ってくれて、でその間に泉とゆずぽとルーちゃんの3人はあのミオとマリンにあの感づかれないようにあのめっちゃ裏で連絡取り合って、なんかこうしてこうしてみたいな、絶対バレないようにしてみたいな感じで連絡取り合って頑張ってました。もんじゃケーキって何？もんじゃケーキってなんか美味しくなさそう。もんじゃとケーキですよ。マリンにもサプライズだったの？マリンもサプライズだった。あのもともと昨日の夜、一昨日かな、昨日かなの夜にあのミオの誕生日当日だからミオのケーキ用意しようってなって、あのミオ以外でその LINE のトークのグループ作って、あの話し合ってて、どこのケーキにするとかなんかどうするとかそういうの話し合ってて、で今日の朝あのマリンも明日誕生日だからなんか用意しようってなって、そうで、そうそう、マリンとミオ以外のグループ作って話し合ってた、みんなで。甘いもんじゃはあるよね。そうなの？甘いもんじゃ食べたことない。 AKB 握手会5月4日買ったよ、ありがとう。感づいてた。全く。ミオも普通に今日はもんじゃ会だったから普通にないと思ってて、でマリンもあのミオのケーキはあるの、マリンも一緒に用意してたからあるのしてたけど、まさか自分のケーキがあるのは知らなかった。顔がシャープになりましたか？なった、痩せたもん。でもあともうちょっと痩せたい。でもなんかさ、なんか人によってさ、なんかなんていうの、痩せる限界ではないけどさ、なんかちょっと落ちたらさ、なんか落ちにくくなるじゃん人間って。今そこだからさ、あれなんだよな。あと人間、人なんか人ってさ、なんか
人によってさ、なんかなんて言うんだろう、落ちる体重って違うよね、やっぱどこまで落とせるかっていうの。だからあんまなかなか落ちないんだよな。福岡握手会も行くけん、ありがとう、行くけん。かわいい、行くけん。どうして痩せようと思ったのですか。普通になんか痩せたいなと思ったし、思ったし、まあ痩せろって言われるし、ファンの人に、まあ一部のファンの人に言われるし、痩せた方がいいって言われるし、あとなんだろうな、あとあのマラソンあるじゃん、2月23日に。2月23日にマラソンあるじゃん。でなんかマラソン20キロ以上走るから、やっぱり体重少ない方が絶対いいなと思って、絶対いいなと思って、なんかそう、やっぱりなんかマラソンってなんか体重やっぱり軽い方が良いらしくて、そうそうそう、マラソン出るの？出るよ。ちゃんと前ツイッターでお知らせしましたよ。みんな見てくださいね、泉のツイッター、インスタも見てね、投稿したから。筋肉質だから痩せやすいですか？なんかわかんない。筋肉質なんかな、どうなんだろう、そんなことどうなんだろうな。そう、なんか言ってたマラソンのなんかその先生ではないか、なんかそういう、ま、言ってたけど、なんかやっぱり体重は軽い方がいいらしいよ、マラソンって。フルじゃないです、ハーフです、泉が出るの。なんかその例えば、まあ例えばの話、体重が100キロあるとするじゃん。じゃあ100キロで走るって思うんじゃなくて、100キロをあのゴールまで運ぶって思ったら、あの20キロ運ぶって思ったら、やっぱり少ない方が絶対いいじゃん。あ、例えばの話だよ、100キロもないからね。100キロもないですよ。ないですから、誤解しないでね、みんな、ないから。ないですから、私。寒い中トレーニング辛くないですか？なんか泉そんななんかさ、今年寒いと思わないんだけど、なんだろう、なんでだろう、え、なんかあんまり寒くなくない今年、思う、普通に思う。なんかいつもさ、例年はさ、なんか普通に手袋とかマフラーとかさしないとさ、もうなんか無理、寒いって感じだったけどさ、今年なんか別に寒いって感じないんだよね、言うて。あったかい今年。それで今年っていうかこの冬なんか寒いな、めっちゃ寒いって思ったのは1回しかない、まだ。それ以外は別になんか、うん、普通に寒い、うんって感じ、普通って感じ。なんかディズニー行った時が一番寒かった、めっちゃ。今はそんな寒くない。プーさん乗りましたよ。そう、夢の国行った、この前。今日ニューバランスのランニングシューズ買ってきた。そうなんだ。泉はね、どこだっけ、えずどこだっけ、どこのランニングシューズにしたんだっけ、結局ちゃんと測ったんだよな。
持ってくるわ。よいしょ。これってどこだっけ？やる？わか、泉、わかんない。やばい、砂なんだけど、靴底が砂だらけ。ね、これって何マーク？これって何マークだ？水野か。これにしたんですよ、私。そう。あ、アシックス。あ、アシックス。何アシックスって何？アシックスって何？水野のランバー。だって。そう、これにしました。砂がこぼれる。水野にしました。それにあのなんかなんていうの、インソールっていうのかな、靴底、なんか中敷きみたいなやつ入れた。マラソンするんしますよ。みんなあんまり知ってくれてないんだね。泉があんまり一回かな、あんま発信できてないからかな、言うて。なんかウェアはどんなやつ？えっとねどんなやつとやりました。めっちゃあのツイッター見たらわかる。ちょっと前に12月ぐらいにあの走りますっていう報告した時に載せてる。2月23日です。犬山のハーフマラソンに出るんですよ。誰とだっけ、マキコさんと出る。練習用の服じゃないの？ランニングウェアですねなんか練習用、なんか普通普段にで走る時とかはなんか普通になんかあんな本格的ななんかランニングしてますよみたいな、あんな本格的な格好をしては走ってない、うん、普通になんか普通の格好で走ってる。ナイキのピンクにする。なんか違うの、なんか可愛い可愛くないで選ぶんじゃなくて、自分の足に合ってるか合ってないかで選んだから、まあでもこれは気に入ってるからいいんだけどね。カロリーメイト全然食べたことないよ。どっちが早そう？絶対マキコさんの方が早いよ、乾燥するの。絶対早いよ。泉はまあ乾燥を目標にするから時間はねいいんですよ、頑張れば。 2時間半以内に走りきればいい。頑張るわ。でもなんかいけそうな気がするなんとかなるよ。泉吹奏楽部だからな。言うてさ、吹奏楽部ってさ5年前とかだよ中学3年間だから。そう、20キロちょっとを2時間半以内にあの走らないといけないんですよ。もう2時間半でもしなんか強制終了だから、それ以外に走らないと以内に走らないといけない。キャップかぶって走るんですか？本番どうしようかね。どうした方がいいんだろう。でもやっぱりさ、ネックウォーマーとかさまださ用意してないんだけどさ、なんかやっぱりネックウォーマーとかあった方がいいよね。なんか寒いよってめっちゃ言われて、絶対寒いよって言われて、犬山だしって言われて、やっ
絶対ネックウォーマーとかあった方がいいからねとか言われて、手袋とかあった方がいいって言われて、やっぱりいるかと思って、走ったら暑いと。でも走ったら暑いって言うけど、それ以上になんか寒いらしいよ。どうなんだろうね、買わないといけないかな、どうなんだろう。ゆずり運動神経良さそうだけどね。あのね、めっちゃ普通めっちゃ普通だよ。なんか走る 50m 走の秒とかもめっちゃ普通だし、めっちゃごく一般的って感じ。あの水泳はできない、水泳はあのできません。それ以外はめっちゃ平均的。長距離好きやったん？うん、全然別に好きじゃないですよ。でもマラソンはずっとしてみたかった。昔から、うん、してみたかった。走る時の呼吸大丈夫。なんかね、自分なりのなんか呼吸の仕方をもう掴んでるから、なんかこういう呼吸の仕方をすると、なんて言うんだろう、息がしやすいっていうのをもう掴んだから大丈夫。サングラスはしますか？めっちゃもうあれですね、ガチ勢サングラスはさすがにしないと思う。毎日走ってる？毎日は走ってない。走れる時に走ってる。うん、さすがに走れない時もあるし。やばい、かゆい。日焼け対策してな。あ、日焼けするんか。そっかそっか。ああ、そうなのか。考えてなかった、日焼け対策とか。別に日焼けとか考えてないんだよねなんかなんだろう、別に夏もねあんまり日焼け止め塗らん人で、でもなんか焼けるけどそこまで焼けへんから、いつもまあいいかなみたいな。なんかあんまりしてないです。あんまり日焼け止め好きじゃないからしてないんですよね。肌が強い、うん、めっちゃ肌弱い。んどっちやねんって感じだよね。でもなんか日焼けとかはするけど、なんかそこまでなんか黒くはならんけど、肌はめっちゃ弱い。いずにめちゃめちゃすぐね、荒れるってかね、うん、荒れる荒れたりかぶれたりする。もうめちゃめちゃ衣装とかでもめちゃめちゃ荒れる。なんかスパンコールとかさ、チクチクするやつとかさ着るともうめっちゃ痒くなる。今もここ痒いもん。化粧は薄めなのだと思うじゃん。でも顔は強いのなんなんやろうね。顔は強いんだけど、あのここから下は弱いの。もうすぐね水分取ら乾燥するし、毎日ちゃんとあの全身に化粧水塗って、ボディクリームも塗ってるのちゃんと。でももうすぐ乾燥するし、そうなんですよね。そう、顔だけ強い、体はめっちゃ弱い。もうだから今もねヒートテック着てるんだけどね、めっちゃ痒くなってきた。水分取られてヒートテックにめっちゃ痒いもん、ここら辺とか今だだだだ、めっちゃ痒い。そう、ヒートテックはめっちゃ痒い、うん、痒くなる、長い時間着てると。肌弱い人におすすめのスキンケアありますか？別にね、顔は強いからな顔は強いからあれなんだけど、やっぱりあれじゃない、あの肌に優しいところの化粧水とか使ったりするのがいいんじゃない？それかもうめちゃめちゃ本当に弱いんですっていう人は、もう赤ちゃん用とか使ったらもういいんじゃないかな。どうなんだろう、めちゃめちゃ敏感肌用のやつ使うか、もうそれでも無理っていう人はもう赤ちゃん用使うしかないと思う。爪が欠けたよ。
ずみやっぱカルシウム不足なんかな。でも牛乳とか豆乳とかめっちゃよく飲んだり、チーズとかもよく食べたりするんだけど、なんかね爪がめっちゃもろいの。あれかな、1年ぐらい前にネイルしてた影響なんか分からんけど、なんか今ここまで伸びてるじゃん爪、こっちから見えるぐらい。でもなんかめっちゃ柔らかくて、爪がめっちゃなんかふにふにできるくらい柔らかくて、そうで、なんかやっとここまで伸びたって思っても、なんか端っこからピッて亀裂入って、なんかもうめっちゃ切らなあかんようになったりとかするんだよね。やっぱ1年間も関係ないか。めっちゃ水虫じゃないです。爪割れたことある？なんか割れるじゃないの、なんかもうなんていうの、裂ける、ん、裂けるじゃないなんていうの、亀裂が入って、なんかそう亀裂が入る。でもなんか割れるじゃない、なんか欠けるでもないんですよ。なんかピッて亀裂がピッて入って、そうなんか、あ、切ら、もうき、なんか切らないとってなっちゃ う、 そうやっと、な、縦じゃなくて横にピッて入んの。そうカルシウムとかかな。ネイル1年ぐらい前とかにしてたよ、何ヶ月かしてた、5ヶ月とか10、うん、秋から3月ぐらいまでしてたけど、そうやめました、ネイル。ヤスリで整えてみれば、なんかそこまでいかないんです。なんか亜鉛不足、そうなんかな、そう今はしてない。なんかめっちゃ悩みなんだよね、だから一向に爪が伸びないの。なんか、あ、やっと伸びたって、ここまで伸びてきたと思ったらもうピッて入るから、亀裂が一向に伸びん。ドクターネイルっていう塗るやつある、泉ね塗ってるんだよ、あのちゃんと爪のオイル、オイルっていうの、ケアオイルっていうの、そう塗ってるんだけど、なかなかね、トップコートだけしとくとか、そこまでするね、するほ、するするまでも いかない。いただだ。よいしょ。魚食べるかな、やっぱダメだ。カルシウムとか、やっぱカルシウムとか頑張って取らないと。アーモンド小魚食え、それよく食べてるよ、アーモンドフィッシュですよ、たまに食べてる、美味しいよねあれ。あ、爪タンパク質だからカルシウム取っても変わる、タンパク質取ればいいのか、じゃあタンパク質取ればいいのか。走る日の前はパスタがいいらしい。おー、そうなの、走る前の日はか。じゃあ分かった、じゃあ2月22日はパスタ食べるね。卵もよくね、ゆで卵とか食べてるんやけどな、なんでなんやろ、悩み、それが。イカスミのパスタ食べたことない。やっぱりパスタは、泉はあのカルボナーラとかが好き。美味しいじゃん、カルボナーラとか、なんだろう、うん、カルボナーラとかそういう系が好き、泉は。そう、でもカルボナーラとかグラタンとかは、ドリアとかはめっちゃ好きやけど、シチューはね好きじゃないんだよね。何が違うか分からんけど、なんかシチューは好きじゃないんですよね。謎でしょ、謎だよね、いずれも謎だもん。そう、コーンスープ好きです。
焼きナポリタン、ナポリタンねあんまり食べないんだよね。なんかあんまり選ばない、食べるときに。そうだからあんまり、なんかでも好きだよナポリタン普通に。ビーフシチューは好き。ハヤシライス美味しいよね。わかる、ハヤシライス好きよ、美味しい。ミートソース好き。ナポリタン美味しい、美味しいけど、なんかそうナポリタン美味しいけどあんまり選ばん。うんうん。煮魚苦手そうだね。え、でも最近好きだよ魚。なんか昔はやっぱ味覚変わったなと思う。なんかちょっと何年か前、ちょっと前まではなんか魚はなんかお刺身とかお寿司とかなんかそういうのが好きで、焼き魚と煮魚はあんまり好きじゃなかったけど、でもなんか最近好きだよ。うん、魚焼いたりするのさすがにしない、あの一人暮らしだから。実家におった時は焼いてた、魚焼きグリルで焼いてたよ、サンマとか秋になったらホッケとか焼いてたけど、今はしません。魚はフライパンで焼けますよね。焼けるけどあれ焼かないですね。最近自炊全然してません。バジリコスパゲッティは食べる。何それ、バジリコスパゲッティって何。サバ缶ね、缶詰全然食べてないな。そういえばそういえばそういえば。最近お寿司は、数日前に行ったよ。え、昨日か、あ昨日、え昨日、じゃあ昨日じゃない、え昨日、ええ違う、あ一昨日か、あ一昨日一昨日一昨日行った、一昨日にあの行きました、一昨日かな。昨日何してたんだろう泉、あ昨日はしてない、一昨日だ、一昨日にあゆかぴょんとあいあいさんと君へとマリンとあみ泉かなで行った。もんじゃはいずりも焼いた、焼いたよ。納豆にキムチ混ぜますか。納豆にキムチって美味しいよね絶対。でも泉納豆にね何か入れたことないんだよね。納豆は納豆でしか食べたことない。牛丼はどこ派？え、どこでもいい、美味しかったら、美味しかったらどこでもいいです。サーモン食べた、一番最初に食べたサーモン。もんじゃって食べ時わからんくない？え、わかるわかる、普通に美味しいよ。すき家派だと思ってた。あ、まあ、すき家も好きだし吉野家も好きだし、でもその2つしか食べたことない。松屋食べたことないし、中尾も食べたことないです。両方美味しいからどちらもいい。そのメンバーでラーメン食べへんかったの。食べてない。あ、食べ、え、どういうこと、いついつ昔、あ食べてないです、食べてないです。マンゴーアイスは食べてる、食べてないな、最近アイス食べてない。松屋のメニューは凝ってる。そうなんだ、へえ。自炊してる、全然してない最近。牛丼に紅生姜たくさん入れるの、なんか紅生姜だけで食べる、まず最初に。なんかガブガブじゃなくてパクパク、うん、紅生姜だけで食べる。なんか泉なんていうの、なんか紅生姜とかあとガリとかめっちゃ好きで、絶対なんか最初に食べる、そのそれめっちゃめちゃ好き。それだけでなんか袋あるじゃん、それごとなんか
こうやってこうやって食べる押し出しで食べるそう安上がりだね。うーん安上がりなんかな、別に普通に食べるじゃんそうめちゃめちゃ好きがり、なんかでも好きだから食べるっていうのもあるし、あのなんか最初にお寿司食べる前になんかガリを食べるとなんかなんていうの吸収しにくくなるらしくて、お寿司吸収しにくいっていうか、まあ太りにくくなるっていうのかならしいから食べてる。そう食べてます私っていうのをネットで見てっていうのもあるそうまあでも好きだからねガリ。ガリって美味しい。泉はめっちゃ好きガリ。めちゃめちゃ好きです。ガリは何味？ガリは何味と言われましても、何味なんだろうあれ。ガリはガリだよ。甘酸っぱね、甘酸っぱいよね、美味しい。ガリサワーとお酒あるよ。そうなんだ。へー。味噌汁の具は何が好き？味噌汁の具？大根とあとわかめが好きです。泉肉寿司食べたことないねんな。ガリって店によって若干違う気がする。うん違うよね。泉なめこね、なめこ汁食べたことないんですよ。なんかなんとなく食べたことない。存在とかは知ってるよ。美味しいの？なめこって。なめこって何な、どんな感じ？ど、なんか何に似てるの？なめこって。え、普通にキノコみたいな味？なめこって。でもなんかさ、集合体恐怖症やからさ、なんかあのパッケージを見るとさ、なんかおーってなっちゃうんだよね。えのき。はあ、そうなんだ。あんま味ないんか。へえ。しめじに似てます。ほう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 。あ、そういう感じなんだね。へえ。えのき食べる？えのきね、好きですよ。お鍋とかに入ってると嬉しい。舞茸いいよ。舞茸も食べれる。きのこはしめじとえのきとエリンギとまいたけ食べれる。そう食べれます。しいたけとかちょっと無理なん、しいたけ無理なんだよね。なんか無理なんだよね。そうマッシュルームはね、まあ食べれるっちゃ食べれる。一人で鍋するん？ね、昔はしてた。あ、一人暮らしし始めた時の1年後とかはしてたけど、最近はしてないです。してません。でもなんか実家に帰った時とかなんかやってくれる。泉が食べたいって言うからお鍋やってくれる。すき焼きとかやってくれる。お鍋とか好きなんですよ、泉は。ネギが一番好き。あのすき焼きも鍋も。コンビニのおでん好き。好きです。
カレーは作る？作らん。作れるけど作らん。スンドゥブ美味しいよね。もやしと豚肉と豆腐では簡単に鍋できる。うん、知ってるよ。作れるよ鍋。でも普通に作らないだけです。なんかお昼からなんか鍋って気にもならんし。親子丼作りました。親子丼作れるよね。よし、あれ作る。なんだあれで作ってた泉、なんだっけ、丼ぶり、なんか親子丼の素みたいなあるじゃん。なんだっけ、あるじゃん、あれで作ってた、なんか味つけれるやつ、なんだっけ、あ、ちょっとどんぶりの素みたいなね、あるよね、そういうの使ってやってた、作ってた昔。握手会とコスプレの予定ある。え、なんかさ、あ、そう、この前のさ、なんかインスタでさ、なんか握手会でしてほしいことって言って、なんかあの募集したんですけど、なんか質問みたいなやつで募集したんですけど、なんか返ん回返答はしないって言ってやったんですけど、なんかみんなのね趣味が分かっちゃったなんかすごいね、みんなの趣味が分かった。おー、あ、こんなことが好きなんだねってなった面白かったよめちゃめちゃ面白かったあーあー、びっくりしたそう、でもコスプレもいた。でもなんか、なんか何のコスプレがいいんだろうって感じ、コスプレするんだったらなんかやばいコメントもありそう。やばい、なんかそこまでやばいコメントはなかったけど、なんか、うん、確実にできないよねっていうことは書かれてた、か、うん、あのリクエストされてた、なんか、うん、え、じゃあ恋人つなぎとかさ言ってくれたらするのにね、言ってくれたら別にするのにと思う。全然するよ、言ってくれたら、うん、別に。あとなんか名前呼んでほしいもあったけど、なんかなんか呼んでって、何々って呼んでって言ってくれたら全然呼ぶのにって思う。あと何があったっけな、まあコスプレは普通にあって、あと何があったっけな、目かゆ、まぶたがかゆまあでも言わないでおくわ、その人のために言わないでおくわ、その人のプライバシーを守るね泉は、その人のちゃんとそんなに、いや別にそんな、なんか普通に言えちゃうけど、全然言えちゃう範囲だよ。でも握手会ではできないですねって感じ、絶対にくしゃみしてほしい、出るかなその時にくしゃみあくびしてほしい、あくび出るかなその時に、どうやったらあくび出るだろう、とっさにあくびしてって言っても。くしゃみはさ、なんかなんとかさ、なんか小よりっていうのとかでやったら出るけど、あくびってさ、なんか簡単にも出ないよね机に置いてあるペットボトルの水飲んでほしい、全然飲むよ言ってくれたら、ね、でも出そうだよ頑張ったら。どうだろう、頑張れないけど今は
3回回ったワンって言ってほしい。全然言うよ、リクエストしてくれれば全然やりますけれども、ツン対応してほしい。あ、そういうのもあった。なんかめちゃめちゃなんだろう、デレデレ対応とか、なんだろう、何対応だっけな、なんかそういうのあった、そういうのあったよ。そうそう、ツン対応か。え、ツンツンってどんな感じなんだろうか。あ、関西弁で話すとかあったあったあった。全然できるよ。ツンツン来んなよって言ってみるとか。いや、なんかなんかか、なんか自分なんか辛くなってくる絶対辛くなってくるわ自分が握手券1枚で積んでできるかな、そんなとっさに服顔、ああ服顔じゃないね、キス顔とかはあった。うん、ツンのライン難しいね触るんじゃねえね、それはもうツンじゃなくない、もうあ、もやじりしとかもあったわ。うん、でもリクエストしてくれたら、なんかシチュエーションとかをちゃんと考えてリクエストしてくれたら多分すぐできる。萌え台詞とかは、うん、シチュエーションとか言ってくれたらね、なんかお兄ちゃんに向けてとかさ、なんかなんだろう、なんだろうな、あとなんか遊園地でとか、なんかそういうのをリクエストしてくれたらすぐできるけど、うん、あ、ウィンクとかね、でも全然するのにね、全然できますよ。DD を叱ってほしい。うん、言ってくれたら叱るわ。じゃあ女王様キャラ、あ、うん、リクエストして、わかった、リクエストして。でも女王様キャラがわかんないけど、泉はどういう感じ、どういう感じ、女王様キャラってなんだろう。ツン、ヤンデレってどんな感じ。ツンデ、ツンデレはわかるけど、ヤンデレがわからん。得意な歌、得意な歌わかんない。なんか泉が知ってる曲をリクエストしてくれれば吹けると思うよ。口笛、口笛得意だから結構あ、ひざまずきなさいとかは、そう、あの女王様なんだね。やばい、私の靴を舐めなさいとかやばくない。そんなん言ったことないけど泉まあみんなもないか。だいぶ髪の毛伸びた泉の毛もっと取っておけばよかった。まだまだありますよ、これから先のやつは。あと何日からのがあるんだっけ、あるので、ぜひよかったら、あの泉がおすすめなのは3月21日ですよ。みんな絶対3月21日来てね、絶対来てください。絶対泉の誕生日終わって一番近い握手会なので、3月21日のポートメッセ名古屋が、だからみんな絶対お祝いしに来てください。もう泉はね、お祝いしてほしい人間だからね、待ってますみんなのこと。そう、3月21日ポートメッセ名古屋です。ぜひ来てください、みんな待ってます。みんなお祝いして、横断幕でお祝いしてください。ぜひ、泉はもうそれをね、もう期待しまくってるから期待に期待を重ねて期待しまくってるので、もうな、もうね、来てくれなかったら泉は、ね、多分泣いてる裏でみんな来てくれなかった、ウィーンってだからみんな来て、みんな来て、ぜひ。3
3月28、29連チャンで行く。ぜひ来てください。21日おすすめだけど、ぜひ28とかもぜひ、そのそれ以降もぜひ。3月全然売ってるよ、まだまだまだ売ってますので、皆さんぜひ。29行くので許して、ありがとう、許す28は福岡、福岡楽しみ楽しみ。明太子は出るかな、 SKE の握手会だから出そう。明太子とか名物、なんか福岡の名物、え、握手会では名乗った方がええん。なんか名前をとかをなんか覚えてほしいんだったら名乗ってほしい。別に、うん、それは任せます。高校卒業したら何かしたいことある？もうとっくの前に卒業してます、中村泉高校ごめんなさい。そう、泉見えないよね。泉もなんかさ、高校生ぐらいに見えるもん、自分で言っちゃうけど。泉もう二十歳なんですよね、あと1ヶ月半ぐらいで。ん？違うな、うん、1ヶ月半ぐらい、うん、で二十歳なんですよ。そうそうなんですよ、そうなんですよね。泉もね、なんかね、自分でもなんか二十歳に見えないなって思うもん。だからなんか大人っぽくなりたいそう、大人っぽくなりたいんです。あ、制服いいね、制服、制服たまに着たくなるよね。そう、制服とかいいよね。とか、じゃあこのショールームで、ちょっと待って、寒い、こたつつけよう。よし、こたつつけた、何もつけてなかった。だんだん寒くなってきた、だんだん寒くなってきましたね。なんか外より、あ、どっちも寒い、いや、うん。じゃあこのショールームで決めよう。このショールームで決めましょう。みんながまた来れるように。え、今どこの受付まだやってるんですか？何日からのはやってる？ん？何日からのはやってますか？あの申し込み、名前なんて読むの？中村いずみです。いずみ23から。ん？あ、え、ん、ね、もう 21？ あれ23は、あれ23、え、わかんない。どこまで、あれ、この前8、9は締め切って、その次は、その次は、あそうじゃん、23マラソンじゃん、自分でさっき言ってたのに、ごめんごめんごめんねなんかさ、もうみんなの方がしっかりしすぎててさ、もうごめん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 、ほんと。え、3月21?が、は、はや、一番早いの一番早いの ?3 月21が。そっか、3月前半はあれか。あれだもんな。コンサートとかだもんな。できないか。3月21が早いのか。3月21、じゃあ3月20、あ、でも3月21はなんか普通がいい。なんか泉はお祝いしてもらう気満々でいるから、なんかわかる、横断幕でお祝いしてくれる気満々でいるから、あの写真撮るという、あのそれを考えて普通の格好がいい。でも絶対3月21日には生誕祭は絶対終わってないから、もう保証できると思うぐらい終わってないから。生誕っていうは、なんか生誕
さんの時にもらったなんか頭のやつとかでつけてやりたいから、うん、普通の格好がいい。あ、でもどうしよっかな。でも最後だもんね。最後の部だけ、ん、何言ってんの自分。最後の部だけ、でもあれだもんな、最後の部が終わった後だもんね、あの横断幕って。別にしてもらう気満々だからね、みんな。してもらう気満々だからね。あー笑える。だから4、6、7だから7部だけ私服とかでもいいけど、どっちでもいい。どうしようかな、どうしようかな。でもみんな普通でもいいけど、やっぱなんか3月21は普通にしたいな。うん、じゃあ3月21の次って20?どうしよう。でもセンター T シャツでも全然いいんだけど、でもあれ、あのお花をつけてもやりたいんだよな。あ、でも両方やればいいのかな、どうなんだろう、どうだろう。29かね、みんなの方が知ってるっていうね。3月29が SKE か、福岡か。みんな福岡来てくれるかな、遠いけど来てくれるのかな。みんなが来てくれないと泉はやる意味がないんだ。福岡遠いよな。似て見ながらやろ、こっちで。あ、待って、こっちの充電 3% しかないやん。充電しながらやろ。今何時？あ、いけるいける、いけるいける、時間はある。あ、8、9はもう終わってるので、うん、とりあえずちょっと待って、日程出しますわ、日程を出すわ。 SKE48 握手会、握手会そういうとこ。20、こう考えたらなんか少ないな、握手会って。29か、あ、29が愛知スカイエキスポか、 SKE は。じゃあ29にやろう、29にやりましょう。何がいい？何がいい？みんな29にやるわ。何がいいですか？29だって、まだまだあるしね。29はいつがいいですか？制服？ナース？コスロリ？コスロリとかやったことない。幼稚園児？やってたよね、みんな誰か。あ、そっか、20代最後。
あ、もう最後じゃないよ、20代最後って。ちょっと30歳になるみたいじゃん最後じゃない、もうなってるよ20に。なってますよ。ナースは冗談です。あ、20代最初って書いてた、最後って見えた、ごめんごめんやん、ごめんやん、ごめんやん。どうする、白衣、白衣、白衣か、やったことない。秘書がよく分からへん、秘書ってどんな感じ。さすがにバニーガールとかはちょっと握手会できないですね、さすがにできませんわ、止められてしまう。リクルートスーツとか持ってない、え、あかんの、あかんよ、なんか露出が激しいやつはダメなんですよ、握手会とか絶対止められるわ。え、スーツ持ってないよね、うん、スーツ着たこと、あの撮影でしかないもん、持ってない。警察、あーでも本物来たことあるけど、ナースはなんかアメリカンナースはある、なんかめっちゃなんかみんなが想像してるようなナースはないです。あー、めっちゃここかゆい、あれ、あれた、うさ耳だけでいいのみんなはサンタはもう季節が。本物ありますよ、あの警察官の格好、だって前イベントの時に着させてもらったもん、1年ぐらい前、1年以上前ぐらい。ドラキュラ振り袖はもうさすがに着れないし、自分で振り袖なんか、振り袖自分で着れる人まあそうそうらんよ、浴衣は着れるけどさ簡単やから、振り袖はもうむずすぎる。スケバンってなんやっけ、あのスカート長いやつ。制服もらえるの、もらえない、もらえない。舞妓さん、あのあれでしょ、あの着物を自分で着れない、浴衣は着れるけど着物はめっちゃむずいよ、着るの絶対無理だよ、自分で着れない着物は。公共球児それみんな見たいの12秒、袋谷のジャージ、あいいねいいねいいね、袋谷のジャージ。学ラン持ってないまあコスプレ用ネットは買えばいいけど、SKE でよくあるジャージ、何 SKE でよくあるジャージって、チア高校の時のクラティ、そんなもの持ってないです持ってないです。歌唱衣装って何ですか、制服、なんかあれだね、なんかあれだね、収集がつかんわ、どうしよう、どうしたらいいんや、どうしたらいいんや、分かれへん。うん、キャッツアイ懐かしい、知ってるよキャッツアイ見たことないけど2年ぐらい前に来たクマのやつでいいんじゃん、あれもね、どっか行っちゃった。吹奏楽っぽいやつ、そんなんないですなないですな、どうなんだろうアンケート機能でもなんか絞れないんだよね、候補が。ダンスを一回やってみたいけど、なんかどうやってやるんだろう、なんかあれなんだよね、いたたたたこなんかもう怖すぎん、コンビニの
制服ってめっちゃあのコアなところつくね。コアっていうのそういうのってめっちゃ珍しいところつくね。チャイナは来たからな前回。いずれに任せ、え、ま、わかんない。何候補がわかんない。初期に来てたみこさんはあれは衣装だからな。借りるとかわかんないし、普通にまあみこさんって言われたら買うんやけれども、全然買ったらいいんやけど、でもなんか季節的にみこさん違うなと思う。テニスウェアめっちゃなんかすごいね、すごいところ行くねみんな。なんかコナン。コナンはやばい。お互いが女装いいね。もうなんかカオスになりそう。カオスになるわ。制服、まあ制服と何やろ、サッカーのユニフォームね。そういうの買うときは3000円前のドンキとかで買う。うん、ネットで買う泉は。制服とビーチバレーの格好がわからん。ダボダボニット粘土マ、ああそういうことか。めっちゃみんなバスケもしてくるね。そんな来たことないな。グランパスのユニフォーム実は持ってないんですよね。なんか前グランパスの試合見に行った時はアイアイさんが貸してくれたから。そうそうそう、制服にカーディガン、うん、まあ、まあ、待って、制服とあと FC 岐阜はあのユニフォームじゃない、あの T シャツだった。なんかエルモとか書いた可愛い T シャツやった。 FC 岐阜って書いた。袋谷のジャージ持ってないな。エプロン。相模の制服持ってない。そんなの知らないです。パジャマ、パジャマみんな見たいの。パジャマ、エプロン見たいかも。エプロン、そんななんか惹かれるものある？エプロンに。よくわからん。泉なんかやっぱりあれなんだね、やっぱ違うんだなと思う。なんかなんていうんだ、なんて言うんだろう、女性受けと男性受けっていうのはやっぱ違うんだなと思う。なんかエプロンに魅力を感じないよ泉は。ね、やっぱ違うんだよね。すごいすごいよね人間って。ね、制服にエプロンって変じゃない？なんか調理実習みたい。チア？チアちょっと寒そうなの。スタバの店員めっちゃすごいところ、ピンポイントや。エプロン着るときはぜひ音を持ってください。めちゃめちゃ本格的、面白。ワンピース風のエプロン、ワンピース風のエプロンってどんなの？ネズミが考えてるエプロンと違うのかな。そんなに制服にエプロンっていいの？へー、初知りなんだけど。いや、ボキボキって言った。新幹線の車掌さん、そんなん売ってるんかな、そんなコスプレ。分からん。ギャル JK、 ほう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 、ギャル JK か、やったことないな。みんなの趣味がどんどんバレていくやつ。そうだね。ナース、ナースもやっぱりみんな好きやんね。ナースってチャイナはやったよ。だからなんかチャイナじゃないやつやりたい。なんか今持ってんのはなんかメイドみたいなやつ、メイドでもないけどなんかそんな感じのやつは持ってる。リクルートスーツ持ってないんですよ。なんかリクルートスーツもみんな好きだよね。なんか
わかんない。青剤、あちまちょごり久しぶりに聞いた。なんかテストに出たような昔。就活だって私服だったもん。就活と呼べるのかな、オーディションって。私服だったから、なんかスーツとか着たこと持ってない。フラメンコめっちゃなんかすごいところ行くね。弓道のやつ、あ着たことないわ。そんな着れるのかな自分で。うん、制服は候補に入れてるよ。制服と、待って、東方、あ、かゆい、かゆくなってきた。乾燥して。投票、あ、待って、投票ってこんなに